今回は股関節ストレッチ。床にあぐらで座るとき、膝を開くのが痛くて辛かったり、背中がその時丸まっちゃう人、実はこれ肥満の原因の一つなんです。へこまない下腹やパツパツに張った太ももをほっそりさせるには股関節ストレッチがおすすめ。一緒に今から股関節を柔軟にして美ボディを叶えていきましょう。最初は座って足の裏をつけ、膝を開脚しパタパタします。この動き、股関節の硬さや柔らかさなどが分かるため最初にやるのおすすめです。足の裏をつけた状態で背中は伸ばし、股関節を緩めるような感じでやっていきます。この時無理に広げようとしなくても大丈夫です。自分の足の重さを利用してストレッチしていきましょう。次は右の膝を立て、左の足を乗せていきます。数字の4の字になるようにして、左の膝を開いてお尻周りをストレッチです。背中が丸まらないように注意しながら呼吸を繰り返しましょう。お腹を引き上げたまま少し腰を反るようにすると、より股関節ストレッチされますよ。次は足をチェンジして反対側です。背中がこのように丸まらないように注意しながらストレッチしていきます。肩甲骨が上がらないように下げながら、下腹部と太ももが近づくようにするとより伸ばされます。腰痛改善、股関節周りの可動域を上げ、免疫力をアップする効果もあります。ぜひこの時期続けましょう。次は右の膝を立て、左の足を上に乗せて膝を左右に倒していきます。床についている膝をパタンと倒すイメージです。この時も背中が丸まらないように、背中はまっすぐ伸ばした状態で繰り返していきましょう。これは飛び出した大天使を引っ込めるのにとても効果的なストレッチと言えます。気になる方はぜひ取り入れていきましょう。反対側は正面からも見ていきましょう。膝を倒すときは股関節から動くように意識して行います。背骨猫背にならないように長く伸ばしていきます。このストレッチは下半身太りの原因になる骨盤周りの筋肉の緊張をほぐす効果もあります。さらに骨盤も整って代謝もアップしやすい体作っていきましょう。次はランジニーリングです。左足を曲げ、右足は後ろに伸ばして、背骨は上へ伸ばし、股関節や前太ももをしっかりとストレッチします。前太ももが張ったままだと、どんどん前ももの筋肉が発達して足が太く見える原因に。ゴツゴツ張った前太ももなんとか解決したい方はこちらのストレッチ効果的です。次は反対側、右足を曲げ、左足を伸ばしていきます。お腹を引き上げて背中は上へ伸ばすようにしながら、股関節周り、前太ももをしっかりストレッチ。前ももが張っていると下腹も出やすい骨盤位置になっているので、バランスよくスッキリボディを叶えるならこちらのストレッチはぜひ習慣にしていきましょう。次は左足を伸ばして、右足は膝を曲げた状態で大丈夫です。このまま足をマッサージしていきます。前ももや足の付け根を押してほぐすようにしながらマッサージです。フォームローラーがない人でもこのマッサージなら毎日続けられますね。自分で直に足に触って
筋肉の硬さを確認しながらほぐしていきましょう。次は反対の太ももをマッサージです。あまり力を入れすぎなくても大丈夫です。自分ができる範囲で優しくほぐしていきます。前ももが張っていると股関節の詰まりの原因にもなるんです。股関節を正しく働かせるためにもこのように簡単にマッサージするだけで股関節の可動域は上がり詰まりが取れていきますよ。次はお尻を上げ座った状態で膝を開脚してカエル足になりストレッチしていきます。手は組んでも離しても大丈夫です。肘でプッシュして股関節を伸ばします。後半は横からも見ていきましょう。このように背中が丸まらないように注意して、痩せたい部位トップのお腹や足もこのストレッチで痩せ出しますよ。次は仰向けになって左膝を曲げて自分の方に引き寄せストレッチしていきます。左のお尻やもも裏が伸び、さらに右の股関節前も伸びていたら OK。 後半は曲げている膝を横に倒して開脚をしてストレッチです。股関節の可動域を広げてトレーニング効果もアップ、痩せやすい体作れます。次は反対の右膝を曲げてストレッチしていきましょう。曲げている方の股関節周り、お尻、太もも裏が伸びているイメージと、伸ばしている股関節前が伸びているイメージしながら行います。後半は膝を横に開いてストレッチです。寝ながら楽にでき、フォームも安定しやすいので継続しやすいストレッチになります。腰痛や尿漏れ対策にも必須です。さて、もう後半になりましたので、一番最初にやった股関節を開いてパタパタさせる動きやっていきます。なんだか最初にやった時よりも可動域が上がっている感じがしたらベストです。たった数分のストレッチで可動域は変わってきます。股関節が硬いことで体のプチ不調やお腹や下半身太りにつながりますので、まず今回のストレッチからスタートするのもいいです。最後は総仕上げのストレッチ、四つん這いで膝は曲げて、できるだけ股関節開きましょう。背中は伸ばし、お尻をプリンと突き出して、そのお尻を下に下げながら内ももを伸ばすストレッチを行います。股関節を回転させるイメージを持ちながら繰り返します。このストレッチ続けると股関節の詰まりも予防でき、足のラインがすっきりしだしますよ。皆さんお疲れ様でした。このストレッチで股関節の詰まり少しはすっきりしましたか？ストレッチって実は1日でなかなか効果が出にくいですので、ぜひ動画でポイントをチェックして毎日継続していきましょう。私のチャンネルでは簡単だけど効果があるストレッチやエクササイズを作るように頑張っていますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。